皆様こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。ジョイフルホンダに行きましたら、ポピーのアメイジンググレイを見つけました。以前から気になっていたお花なので、早速買ってみました。以下は身元園芸さんのサイトからの引用です。アメイジンググレイはシックなポピーで、大きめの鉢や地植えで大株に育てることができ、観賞時期は4月から6月頃です。通常の水やりで管理が簡単で、寒さにも強いですとのことです。風に揺らめくメタリックなシルバーグレーの素敵なアンティークカラーのポピーです。 5% 程度ピンク、ローズの花が咲く場合がございます。肥料の与えすぎは根腐れを起こしやすくなるので控えめにします。元肥として環境性肥料を施した後は肥料を与える必要はありませんと書いてあります。かなり色幅があるようです。以下は荻原植物園さんのサイトからの引用です。ブルーグレーや白にうっすらグレーを帯びたものなど、見かけないような魅力的な花色が出ます。中には赤っぽい色から紫に変わるもの、オレンジ色の先祖返りも咲くことがあるそうなので、ご承知くださいとのことです。3ポット買ってきたので、どんな色のお花が咲くのかとても楽しみです。と言っても初めて育てるお花なので、無事に開花まで持っていけるかどうかわからないんですけどね。かなり大きくなるようなので、大きめの鉢に植え付けたいと思います。コメリでタピアンを買ってきました。色はパープリッシュホワイトです。株の状態はこんな感じです。お値段はなんと80円でした。この株は以前から見切り品のコーナーに置いてあって、その時は150円でした。150円で買っても良いかなと思わなくもなかったんですが、同じ色のタピアンをすでに持っているので購入は見送っていました。ところが本日コメリに行ったところ、さらに値下げされていたので買ってきました。新しい葉っぱも出てきています。株元からも葉っぱが出ています。寒さで一旦は弱るかもしれませんが、春になれば元気になってくれると思います。こちらがもともと育てていたタピアンです。コリウスやベゴニアなど葉っぱの大きな植物と寄せ植えにしていたため、タピアンの葉っぱに日が当たらなくなってしまい、すっかり株が小さくなってしまいました。今は小さなスリット鉢で養生中です。かなり貧弱な姿ですが、ここからどの程度まで復活させられるか頑張りたいと思います。